家に悩ましきは行く末よ。左近、貴様、また証拠りもなく鉄火場に赴いていたな。ギク、いや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 、やだな三成様、いわゆる思い違いってやつじゃ。この私自らの目に止まっていてもか。今のうちに頭を垂れろ。桃源は許可しない。時は今。そう、とうとうこの時が。待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやっさん、ハル様はどうして、どこへ消えたんでしょうか。すいません、つい、いつもの出来心で。徳川が去った直後の三成など、それこそ目も当てられぬありさまであったが、あれでよく立ち直ったものと思う。それがなぜかと問われれば、おそらく。どうしたんすか行部さん、難しい顔しちゃってさ。いや、なんでもない、ただの瞑想よ。すみません、少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。やれ。つまらぬ昔語りでよければ、まあいろいろと聞かせてやろう。はい。あ、この人抵抗する気満々っすよ、おやっさん。やりえるか。さっきなされ、僕たちを亡き者にして逃亡を図るつもりですね。やはりハル様誘拐の下手人は違うですよね。怪しい、実に怪しい。僕の睨んだ通りだね、えおやさん。え、おやっさんも睨んでた。むしろ自分が先に。それはともかく、事情聴取開始っす。あなた、天子春久をご存知ですね。え、ご存知ない。え、あのガッサンとだな、砂と風で有名な春。あ、ご存知ない。最後にもう一つだけ、総裁のご協力感謝です。かく、うん、しまいか、さようか。なら今一度満天の夢に興じるとしよう。
三成様、この本のここら辺とか。伊予河野軍が最下衆を伴い進行中の模様。前田軍による警告のやぶみあり、これ以上動物をいじめたら許さないぞ、脱走です。何やら真夏なる気配が。けへー、こっちだ、獲物の匂いだ。けへー、織田軍先兵隊が静ヶ岳へと向かっておりまする。厄介者が紛れましたが。あ、三成様、この本のここら辺とかよくわかんないんすけど。なんだと。この程度は軍略の基礎だ。今すぐ半兵衛様にお会いし、鞭撻を得る許可を請え。了解、そうと決まれば行ってきます。これも左近の影響か、はたまた徳川のせいか。近頃の三成は将の自覚を得てきたようにも思う。それは三成にとって紛れもなき幸であろう。だが我にとっては。あ、業務さん、ちょいと兵法を教えてくださいよ。いやー、半兵衛様がどっか行ってるみたいで。我がか。初家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろとは命じられていない。気を使えぬはあれに同じか。うい、やれうい。敵中。ん、申し上げます、現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。尾張へ届け、明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうとも織田の外貨に変わりはない。三条返事だと。将の一人や二人抜けようと、最高は織田に違いなし。その顔、主のその顔が見たかった。あなたの所詮はセミ、土蜘蛛の巣であがくセミ。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。主人か、狂ってやがるぜ。俺もあんたも大将もよ、敵だ。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。決し止められただと。俺も無敵。勝家、早く黄泉の呪しを出さんか。これだけ炊けば必ずや。本体も覚えてくれよ。防衛失敗、みんな出直すんだ。これより突撃いたし、存分に暴れてやりましょうぞ。睦まじきことは美しきかな。死後まで数珠につないでやる。定番だ。一人の武人として同系の念を抱かずには折れませぬ。誰一人として星には触れられない。それだけのことで。砂だ、砂をかぶせ。今以上の煙をたかれては命取りよ。無敵だ。石田が体を壊す。ならあいつは心を壊してきそうだ。闘技隊の到着です。
岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。行く。陣の爆発に巻き込まれて体が。これにてのろしも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。我らが50人がかりで挑んでも到底及びますまい。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。ご覧くだされ敵方のあの慌てよ。あれが術じゃなくて刀とか槍だったら。うわぁ。おい、そこなものよ。我の図を拾ってはくれぬか。手持ち無沙汰よ。不吉の種でも植えておくか。もうすぐだ。きっともうすぐ本体も。私に尽くす必要などない。逃げるつもりならば私はただ目をつむろう。さしなかれやれ。拙者もあらぬさぶりを見せたいところだが、いや、膝に矢を受けてしまってな。ヌッヘッホーと魔導にも止めはしない。のみに蹴散らされるだけの未来を望むとはな。こう焦って突出するな。相手方の思うつもぞ。悩みいる間にうがっていたか。すまぬな、連れたがい人よ。離れよ。あの玉の嵐に巻き込まれてはならぬ。伝えずとも良い。この程度で挟む三成など考えられない。この戦勝てますぞ。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。風も遠征も絶望最強。全ては重ね抜けた。敵はねえ。よえよえ。俺たち増票の誇りだったよ。なのおかしいぞ。なのおかしいぞ。よえよえ。すきやり。よえよえ。やった。すきやり。いつかこの刃にも雲神が宿るのだろうか。つまんねえ。俺様一抜けた。よもやこれしきを読めなかったとは言うまいな。かかれ柴田なんぞより俺の方が強いはずなんだ。過去なら、あるいは未来の私なら、彼らの死に涙を流せもしたのだろうか。いけないな。ため息をつけと命じられてはいない。勝家、見えぬのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。あの人には見えてんのさ。お前ら一人一人の動きがな。抵抗か、形だけでもしておくべきか。力の豊臣、電光石火の石だが負ける気はしねえ。
大谷様、どうして来ていつも空を眺めているんですか。その門下あなたにとっても獄門となるだろう。かついえよ、貴様は一体何を考えている。大谷様こそ天下随一の軍師であると信じております。空爆よ、腰を洗う。大将に真っ向から喧嘩を売るんだ。どうかしてるぜ。やれ、内緒にせよい。やはり悪だくみは練っている間が一番良いな。あなたもかつてはさぞや恵まれていたのだろうな。いや、失言だった。忘れてくれ。それがしは才の目に見限られた。ただそれだけよ。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとはなぜ私が動かなかったか。だと死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに。二つ狩り金に両刃の薙。なるほど、左近が危機として語る男とは主であったか。犬神行司さん、そうか、あの男の身内なのか。ならばどうか、しめ縄なりで奴を押さえていてほしい。撃たれろとは聞いていない。何より私は散り役たのまま終わりたくはない。自世の句は読んだな。我と恐ろいよ。返事か。今よ、先よ、我にも行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。しまいか。さようか。なら今一度満天の夢に興じるとしよう。我の望みは織田軍先兵隊の目的地は丹後。鬼島津が暴れております。おりゃおりゃおりゃ、もっとじゃ、もっと強か無人馬出てきた。この辺り月夜には闇をかける忍びの姿も見えるとか。千の利休、
あの男の行方について報告がありました。我の望みは全てに等しき不幸をもたらすこと。あやつを時に疎ましく思うのは三成を不吉より遠ざけるものであるから、そのはずよ。ならば徳川はどうだった？三成に類まれなる悲嘆を与えたあの男を我は。あの大谷様、毛利元就から大谷様へと内密の書状が。毛利？好ましき匂いのする男ではあるが、さて何用か。我が欲しいか、我ではわからぬ。まことのうつつ、おまはんが届かせてくれんね。やれ、これを連れ帰るには我では少々荷が重い。天下だの未来だのどうでもよか。真の次元を見るためなら手段は選ばんねえ。まだ足りん、殺す気で来んねえ。おいを鬼にしてくれんねえ。次元の奥義は鬼の道にあり。死ぬわけにはいかんぞ。まことのうつつを見るまで。しまいか。さようか。なら今一度満天の夢に興じるとしよう。大谷君、近日の君についてだが、珍しく軍務に身が入っていないようだね。君には三成君。心痛をかけたか。すまぬな賢人よ。川中島の地に貝の虎が仁王立ってます。オートモダビーランドは夜に閉まる模様。同じと貝を睨みつつ素振り三昧。厄介者が紛れましたが始末いたしますか、大谷殿。心痛をかけたか。すまぬな賢人よ。構わない、有能な人材を気遣うのは必要なことだからね。体調面で不安があるならば考慮するし、悩みの大元を立つために動くのもやぶさかではないよ。君の思うところを僕に語ってはくれないか。我は
ようやく決断したか。普段は愚者の始まりと知れ。そういうな、我にも惑いの一蓋はある。だがやはりな、豊臣にいては我の望みは叶わぬのだ。貴様の目的になど興味はない。問うべきはただ一つ、手を組んだ末の我の利だ。そう言うと思ってな、都合のいい策を練っておいた。たたえよう、ここは褒めどころよ。貴様の冗談になど付き合う義理もないわ。はぐらかすならばこの協定も打ち止めだ。まあ聞け、主の恩敵に煩わしき海賊がおる。まずはあれをせ。毛利、それに大谷だぞ。いきなり全軍ぶつけてきやがれた。どういう猟犬だ。これも我が策。この地など所詮足がかりに過ぎぬ。眠りな、あとは海に撒いてやるからよ。さすがは同胞よ、ためらいもなく国を開けるとはな。それが貴様の策とやらであろう。そう、人など知らぬ存ぜぬの主にしかできぬ方策よ。泣いてみせよ、立ち泣かれ。いや、二つじゃ怒りは上がらねえぜ。心配すんな、兄貴が何とかしてくれるさ。長宗我部を落とすため国を開けてまで強行する。豊臣の賢人がその機を見逃すなどありえぬでな。速やかに隊を阻止し、主の膝元に攻め入るであろう。そこを取って返し撃つ。こうか、いわば瀬戸内大返し。いかがした、戦とはこういうものだと思って。お星様が一つあるじゃねえか。鬼だか分かったもんじゃねえぜ。一番、俺は無敵。おいや、
怯えなさぬ。誰にでもある方法の利用。ここは逃げるが勝ちだ。てめえ覚えてやがれ。海賊流の喧嘩たっぷり拝ませてやるよ。見えるか。やれ。なってみせ。分かってみような大谷。もしこれが我を騙し打つための狂言であるならば、疑わしければ切り捨てよ。我はそれでも構わぬぞ。それ。やれ。今日の兄貴、暑すぎて危なっかしいぜ。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。来たな、豊臣切手の食わせ者め。どうせただ国を捨てたわけではないのだろう。はてさて、見ての通りというほかないな。主と長宗壁はいずれ徳川の主力ともなりうる。この木にパチリ潰せるなら、それはそれで満足よ。一つの策に無数の意味を込める。軍師の鏡だね、大谷。お前の生き様はまだらに見える。その時期は青い。それもまた悪くはないだろう。立ち上る硝煙は我らの墓標代わり。姉さんに何しやがる、このサピが。それそれ、我も人の子、ウサの一つも晴らしたいのよ。これが矢田に積みゆく最下の技だ。星など飽きるほどにあるとはどうにも思えぬでな。行くがいい。胸に抱いたその契約のままに。潮時ってもんがあるが、まだそれじゃねえ。言えるか。あんた、鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。さやかの仇討ちだ。暁丸、やっちまえ。ほう、また随分と懐かしがらせてくれる。こういった仕掛けの世話も我の領分であったな。もがくなあがくな、そこに沈んだままである。
やってくれたじゃねえかい。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。さっき発進。こいつがうちの技術と最下の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。これが細工を用いれば、アキの目鼻の先となる。鬼のからくりを帰りの秋にしようってのか。そいつは甘い考えだって毛利の野郎に伝えときな。中隊のみならず改良の余地も天骨も利用する。この急所をつけるか。あんたただもんじゃ。こう見えてからくり遊びには覚えがあるゆえにな。どういじれば押し黙るかも承知の上よ。上死んでも仲間を見捨てるな、野郎どもは。俺たちは兄弟、いやそれ以上だ。当然だぜ。やれ海賊よ、作りが甘いぞ。時さえあればこの手で組み直してやりたいほどよ。バカな、俺よりからくりに詳しいだと。他に吹く風なんざ関係ねえ。波は嵐は俺が起こしてやるのさ。あんたなんで毛利なんかに協力してやがって。元の住処では豊臣ではなせぬ。良い、そう思えばこそよ。太閤は鋼鉄すぎる。到底全てを不吉とはできぬ。そこで毛利よ、民草全てを嘆かせるにはこの上ない。確かに毛利の世じゃそうなっちまうかもしれねえがよ。共に丹下の星を読もう。貴様は駒よ。だったらなおさらあんたを見過ごしちゃおけねえ。さて戻るか同胞よ。急がねばかの賢人に抑えきられてしまうでな。言われるまでもない。我が秋の地を好きにはさせぬ。
戻ってきたのか。早いね、さすがに。しかしこちらもそれなりの手は用意させてもらったよ。無理やり連れてきといて、それなりとはなんだ。いかに策謀の上とはいえ、あのような下賤なる者どもに我が神域をまたがせようとは。そこはこの通り、平謝ろう。まさか賢人があれらを連れるなどとは思いもせないが。さきなかれ。一時的な劣勢だよ。騒ぐ必要はないさ。するな。せんだよアホか。てめえのせいだ。こいつ、やっ。ち。おい。うはあ。久しぶりに会ったってのに、なんだその態度は。やい。改め。小生は元主だぞ。忘れたか。忘れたくても忘れられるか、バーカ。さきなかれ。総評でも良いではないか。我らこそ主刀の総評よ。はぐるかさ。なんだお前さんは。どうせよりもまた兵を狙いやがる。ノクオル、秀吉に叱ってもらうといい。愛すみませぬ。手稼が外れたならば、寂しくないやい。めんどくせえな。たくよ。さて、この俺様がとっ捕まえて、ゆっくりたっぷり殴ってなじって認めてもらっちゃいますから。ここまで答えぬ罵倒を放てるとは稀有な才よな。俺まで。まだ俺様負けてませんだろ。大谷さん。いや大谷、次こそお前の落城だ。大捨て一目散。まこと知るべきヤモリよな。あなたもまた一番星よ。
兵を死なせてしまった。お主ら、そのような及び腰で戦は務まらぬ。布告強兵、我らこそがこの日の本の礎なのだ。容赦ないね、兵たちにも見習わせたいよ。これでも暴れるのは性に合わんよ。なんだって。悪いな母ちゃん、俺帰れそうもねえわ。わかってるね、油断は禁物だよ君たち。了解って。殴るかそうか、こうか不幸か、この玉に落ちる武士の思想だ。もう遅いか。我にもトントンの手を。何やら思い煩ううち、早おうか。誘い込まれた気分はどうだ。愚かなる軍師気取りよ。そうだね、良い策だったとは思うよ。君か大谷君かは知らないが、讃えさせてもらおうか。我が気になるか、思う存分学ばせてやる。やってやれ。おい、上部、裏切り者はどこのどいつだ。そんなざまでよく小生を糾弾できたな、お前さん。驚いた、武士にしては至極もっともな言い分。そこのヤモリに比べれば差し物主でもそう映るか。構えられよ、いざ我が家臣の仇。使者の千両必ず一死なし、愚者の千両これ一足なし。言いたいことわかる。おうおう、さすがかれ、強制は知性派だぞ。いや、なんだその目は。そろそろ行くか、企ての機を逃しかねぬ。先祖行部、必ず尻尾を掴んでやるからな。いいな。逃したか。やれ、いらぬところで目端の利く男よ。狩りの一つも満足にできないというのなら、しばらく檻の中でおとなしくしていてくれ。ちょ、出せ。アホか、バカ、アホか、バカ。半兵衛、ここから出しやがれ。畜生、森の鍵さえあれば。さて行くか、稀なる茶番に幕を引こう。大谷君、君とこんな形で向き合いたくはなかった。我もだ、変人よ。徳川に続き苦労をかけるの。受けに回るとまずいな。Yeah.
少し手を変えようか。さて、どう反応してくれるかな。よい。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。賢人よ、我が去った後の三成はどうなった？いっそ将としてちゃんと目覚めたか？そうだね。その答えは君の望む通りだと思うよ。教えてくれ大谷君、一体何が不満だった？太閤に仕えていては望む世がついぞ見えぬのよ。そう、全て等しく嘆き苦しむ不平の世がな。避難しろ、それが目的か。先は長いぞ大谷。覚悟の上よ。主とであればそれも歩めよう。構わぬよ。まだだ大谷君、まだ僕は。諦めよ賢人、もう指一本動かせぬであろう。なーに、さっきからごちゃごちゃ言ってんだよ。この二兵の片割れをバカにしてんのか。主が二兵主も黒田もこの我もあれには遠く至らぬぞ。貴様のなすべきはまだ終わってはおらぬ。分かっていような大谷。後藤よ、主は義母職使を収めたか。当然だろう。無人のたしなみってやつだ。知りてなお赤色の壁に思い至らぬか。賢人が主を伴った理由うなずけたぞ後藤よ。そんなもん、俺様が優秀だからに決まってるよね。主が真相に至り毛利の前でぶちまける可能性が万に一つもないからよ。よう、お前さんがまさかここまで行かれてたとはな。我にも事情があるのよ、とりどりにな。まあ健全な野心しか持たぬ主には到底わかるまい。竹中半兵衛、後藤又兵衛、いいのかよ。それで二兵でさ、天を仰ぐか主を仰ぐか、目下の悩みはこれに尽きる。それは閉じ込められるのはもうゴリゴリなもんでね。悪あがきをしてみせよ。我はそれが見たい。黒だよ、主は確かに強であったぞ。この我自らが手にかけたいと願うほどにはな。軍資気取りなど所詮はこの程度か。いかに素養があろうとて副官に情を許すとは。いたずらに駒を信じたが貴様最大の失策よ。やれ大谷。すまぬな、手元が狂った。